キングジムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回は新生活に活躍する収納アイテム4選を紹介したいと思います。どれもこれから始まる新生活に活躍するアイテムですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは紹介していきます。まず紹介するのがこちらのツールスタンドです。ツールスタンドは畳めて運べる縦看板のような佇まいの収納スタンドになります。どこに置いたか忘れがちになるテレビやエアコンのリモコンなどをこのサイズの異なるポケットに収納して整理することができます。前面はポケットになっていて、背面は端などが収納できる広い口のポケットが2つ付いています。広げた内側にはティッシュポケットやスプレーボトルなど厚みのあるものも収納できるようになっています。本体は軽くて持ち運びしやすいスチール製のため、テレワークの時の仕事道具や勉強グッズをまとめておくのにも便利です。こちらに取っ手がついているので収納物を入れたまま持ち運ぶことができます。ただ使わない時はこのように折りたたんで棚やデスクの隙間などに収納することができます。ラインナップですが、机や棚の上に置きやすいデスクタイプと床置きに最適なフロアタイプの2種類があり、カラーはそれぞれ黒とベージュの2色展開です。使用シーンや収納物によって最適なサイズを選ぶことができます。次にこちらのスタックバスケットです。スタックバスケットは折りたためてスタッキングもできるバスケットになります。大容量なので一時置きや投げ込み収納にぴったりな収納アイテムです。このように積み重ねることで空間を有効活用でき、使わないときは折りたたんでコンパクトにできます。カラーはシンプルなこちらの2色展開です。お家の雰囲気に合わせて選んでみてください。次はこちらのハルペギーです。ハルペギーはマグネットで貼り付けられるペグボードになります。このように本体の後ろにマグネットが取り付けられているので、マグネットで貼り付けて玄関や冷蔵庫などの金属面に貼り付けることができ、空きスペースを有効的に活用することができます。こちらの扉の部分がペグボードになっているので、付属の L 字フックを自由な位置に取り付けられます。用途に合わせて位置を調整できるのがポイントです。扉の内側はこのように収納スペースになっているので、フックをかけられない大きなものを収納することができます。サイズはこちらの S サイズと M サイズの2サイズ展開、カラーは家庭でもオフィスでも使いやすいこちらの3色展開です。最後はこちらのランドリーリュックです。ランドリーリュックは背負うことで重たい洗濯物の持ち運びを楽にする新しい形のランドリーバスケットになります。開口部は巾着構造になっており、紐を結ぶことで中身を隠せます。本体は中身が少ない仕様でシンプルなデザインのため、コインランドリーに行く際も洗濯物を外出用のバッグに入れ替えることなく外に持ち出せます。また自立するので水泳着のランドリーバスケットとしても使用可能です。開口部にはスチール製のフレームが入っており、大きく開いた状態でキープできるので洗濯物が取り出しやすく、水泳着で使う際にはリュック紐をすっきり収納できる背面ポケット付きです。洗濯物を干すときは前に抱えることでかがむことなく楽に作業することができます。また使わないときは薄く畳んで収納できます。リュックの内側と外側の下の部分は防水加工がされていて、汚れを拭き取りやすい素材です。サイズは一人暮らし向けの M サイズとファミリー向けの L サイズの2サイズ展開、カラーはインテリアにも馴染み外へ持ち運びもできる落ち着いた色合いのグレー、ダークグリーン、ブラックの3色展開です。背負った感じはこんな感じになります。デザインもこうシンプルなので、ランドリーリュックだけじゃなくて買い物バッグとか、あと防水の仕様にもなってるんで、アウトドア用のバッグとかスポーツバッグなんかでも使うことができそうなデザインになっています。というわけで新生活に活躍するアイテム4選を紹介しました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。さよなら。